三十二時。山本周五郎。一。とうとう始めました。そうか。長門殿でも引田でも互いに一族を集めております。大手の木戸を打ちましたし、両家の付近では町人どもが立ち退きを始めています。では、わしはすぐ途上しよう。 いや、ただいまお触れがございまして、何分の知らせをするまで家から出ぬようにとのことです。騒動が広がってはならぬというおぼしめしでしょう。しかし用意だけはいたしておきます。父と兄とが口早に話している隣の部屋から、娘の梅が間のふすまを開けて現れた。おもながのおっとりとした顔立ちであるが、 今は色も青ざめ、瞳にも落ち着かぬ光があった。兄上様、ただいまのお話は本当でございますか今見てきたところだ。引き出でも一族を集めておりますのそれを聞いてどうする父のかえもがにらみつけるのを梅は少しも臆せずに見返して、 次第によっては私、すぐに参らねばなりません。何をバカな。お前は引き出を去られたのだぞ。どんなことが起ころうと、引き出とはもう関わりはないのだ。いいから向こうへ下がっておれ。私、引き出の妻でござります。梅は平然と言った。 お衆と様のおせつけで、いっときこの家へ戻ってはおりますが、まだ種目から離別された覚えはござりません。理屈はどうあろうと、貸した家から荷物ともども実家へ戻されれば、離別にそうやあるまい。この方に申し分こそあれ、引き出に追うべき義理はないのだ。動くことならんぞ。梅、下がっておれ。 兄の金之助が目くばせをしながら言った。梅はもう一度父の顔を見上げた。そして落ち着いた声で、父上様、梅は引田の嫁でござります。そう言って静かに立った。かえもんはぎろっとその後ろ姿をにらんだが、それ以上何も言おうとはしなかった。 金之助は歌詞を呼ぶために立っていったこの間に自分の今へ入った梅は手早く着替えを出して包み髪を撫でつけ会見を帯に差し込むと仏前へ行って静かに短挫した梅が引田家へ貸したのは去年寛永十七年の二月であった引田は秋田藩佐竹家の老職で二千三百石だし 梅の家は平勝ちで二百0石余りの昇進だったが、引き出の啓示、朱梅が梅を見初め、立っての望みで縁が結ばれたのである。嘉右衛門は初はめから反対だった。身分が違いすぎるのと、舅になる引き出図書がけ高な一鉄人で、この縁組をなかなか承知しなかったという事実を知っていたからである。しかし、ついには、 姫の棍棒が通って祝言が挙げられ、梅は引きだけ腰入れをした。夫は愛してくれたけれども、価格の相違に比例して、生活の様式も違うし、その上、菓子と小物を加えると、80人に余る家族なので、異なった習慣に慣れつつ、この人数の台所を預かる苦心は大抵のことではなかった。 夫のは中五将であった。そして新婚半年にして主君首里太夫義高に辞して江戸へ去った参勤の友だから一年夕飯の別れである出達の前夜彼は妻を呼んで行った初めての留守だ父上と家のことを頼むぞその他には何も言わなかったが 夫から初めて聞く頼むという言葉は梅の心を強く引き締めた舅の図書とはそれまでほとんど接触がなかった別棟になっている彼の今へ朝夕の挨拶に出るだけで食事も身辺の世話も若い歌手たちがしてきたのであるそれが朱銘が江戸へ出立するとともに 急ににに命じられるようになった。なぜそうなったかということは間もなく分かったつまり初めから梅を嫌っていた図書はシュメの留守の間に彼女を引きだけから追おうとしていたのであるそして梅がそう気づくより先に図書はそうする口実を握ってしまった家風に合わずシュメが規範の上 死祭の挨拶をするという工場で、その年の下月に実0回返された。数日後には持っていった荷物も返されてきた。怒った喜右衛門が何度も交渉したが、引き出では全て種名が戻った上でと言って引かない。またそれを押し切ることのできない身分の見学もあって、利別とも 一時のの別居ともつかぬ形のまま年を越し、すでに弥生半ばの今日に至っているのであった母様梅は引き田へ帰ります彼女は仏壇に甲をたいて合掌した家のことを頼むと言って夫は安心して出封いたしました今引き田には大変な騒動が起こっております 私、これから参りますが、今度はもう帰ってはきません。お別れでございます。目を閉じて、ややしばらく神戸を垂れていたが、やがて立ち上がると、包みを背にくくりつけ、嘆しの薙刀を取り下ろして玄関へ出て行った。梅、金之助がそっと追ってきた。やはり行くか。 兄上様、梅は振り返って兄を見上げた、微笑さえ含んだ静かな目であった、金之助も愛情のこもった目で妹を見つめながらうなずいた、よし、行け、骨は拾ってやるぞ。に、証言台下にある引きだけは湧き返っていた。 歌詞に鎧びつを背負わせた老人や、愚足をつけ、大槍を担いだ若武者や、牙で乗りつける人々が、八文字に押し開いた表門の中へ、首筋を接するばかりに吸い込まれてゆく。その度に、門前から奥まで到着した人の名が呼び上げられ、高々と歓声が上がった。老いも若きも、みんな息を弾ませ、目を輝かしていた。 よう来たな、現場。腰が伸びるか。抜かせ、わしが来ずに戦ができるか。お主こそ老眼で過ちすなよ。伝七、光明比べだぞ。何を長門の首は拙者のものだ。そんな欧州が元気に飛んだ。すぐに奥へお通りください。すぐに奥へ。 たたちが連呼していた堀を巡らしたこの屋敷は広さ三丁分に余る厚さ三尺もある追地塀が三棒を囲み背後は証言台の草林と崖になっていた構えの中には百坪足らずの母屋が鍵形に伸び高廊下で別棟の隠居所と通じている部庫が三棟、ね、馬屋に 貸長屋さん、他に小物部屋物置作地場などの建物がある作地場は引き田家が藩から委託された火薬製造所であってその改良研究が図書の任務の一つになっていたこれらの建物のほかはほとんど菜園であった乗りつけてきてつながれた馬は高ぶった稲鳴きやひずめで地面をけたてる響きが 物々しいざわめきを塗って屋敷いっぱいに異常な緊張感をみなぎらせた到着した人々は直ちに広間へ通った全部で六十人を越したであろう一っとき足らずのうちに引田一族はほとんど顔が揃った引田図書が出てきた彼は五十九歳で一寸も厚みのある白髪交じりの濃い眉と 波ハズれて大きな目とが色の黒い骨ばった顔をひどく圧倒的なものにしている。世田谷は六尺一寸。頭書殿が高げたを履いて傘をさすとお城の門に使えると言われたくらいであった。いずれもそうそうにご苦労なことじゃ。座につくとすぐ彼はよく通る力のこもった声で言った。 かねて承知の通り、山脇長門との門着の間柄であったが、この度ついにかようなことに相なってしまった。お上のお留守中ではあり、官人のなる限りはしてきたのだが、これ以上の忍耐は卑怯のそしりを免れない。この白髪首をかけて武道の面目を立てるつもりじゃ。だがよく聞いてもらおう。 図書は一座を見回して続けた。この度のことは長門とわしの喧嘩じゃ。一族おのうのには何の関わり合いもない。こうして駆け込んでくれたのは過分に思うが、どうかおのうのにはこのまま立ち退いてもらいたい。何このまま帰れとおっしゃるか。何もおさぬ。さようなこと不承知じゃ。 我らは妻子と水づ月をしてきたのじゃ。不承知でござるぞ。我らは一歩も動きませんぞ。一時に皆が騒ぎ出した。しかし図書は黙ってその静まるのを待っていた。彼には一族の人々の気持ちがよくわかっている。彼らが図書のため、 引田家の名門のために死のうとしてきたことは確かだ。しかしその他にもう一つ理由がある。それは、秋田藩における周り座と家中との長い半目不和であった。佐竹家は元日立の地で四十万石余りを漁していたが、秋田へ転保されるにあたって、藩地の二十万五千石に減税られた。その時、 水戸時代に佐竹へ貢ぎしていた金国の大名十九人がその城地を捨てて新たに秋田へ随身してきたこの人々を引き渡し周り座と称し家中不代とは別格に待遇されていた不代の家臣たちから見ればしかし彼らは元高三人である伊達や上杉や北条 里見などの諸勢力に狙われることを恐れ、佐竹の欲下に庇護をこうた人々である。佐竹が秋田へ違法されるにあたって、もし随人しなければ海野離散に及ぶ運命にあったのだ。たかが触覚同然のものではないか。家中の真にはそういう腹があった。ところでこれに対して、周り座の人々には、 自分たちがかつては小さくとも一条の主だったという教示がある。それで周り座という別格の位置を縦に横車を押すことが多かった。三山脇長門は周り座の肝入り角であり、引き出図書は不代中での名門である。二人は互いの性格が合わぬだけでなく、周り座と不代と 対立する勢力の代表的位置のために、長い間、悶着を繰り返してきた間柄にあった。それがついに来るところへ来たのだ。周り座の者は政治に参与することを許されていない。これはその格別の位置によるものであるが、それが長いこと彼らの不満の種であった。政権を与えられない格別の待遇は床の飾り物だ。 そこで彼らは賛成の権利を持とうとうし始めた。無論、譜代の人々は反対である。中んづく引き立つ書は矢面に立って、周り座の特殊な位置を解き、はっきり譜代とのけじめをつけた。周り座は幕府における戸ざまである。幕府の政務が譜代の手にあるがごとく、お家に置いても政治は譜代の者のが取るべきである。 図書の説は、周筋の佐竹一門もこれを押すところとなり、周り座一党の希望は壊滅した。長門と図書との争いはこれで爆発した。喧嘩というものは理屈で始まって腕力に終わる。長門は不満を暴力に訴えた。図書もまたさくべからずと見て、ついに受けて立ったのである。 まず落ち着け。みんな静まってくれ。図書はやがて声を励ましていった。おのおのが図書のために死んでくれようという心は片付けないが、一族の助力を借りたと言われては、わしの面目が立たぬ。しかし、長門でも一族を集めておりますぞ。向こうは知らぬ。図書には図書の考えがある。 おのおのには察しがつくまいか。この争いが広がれば周り座と譜代との全部に波及するお家が二手に分かれて相当に及んだらどうなるかこの争いはどこまでもわしと長門の間で食い止めなくてはならん引き出一族でこの理屈のわからぬものはあるまい今度は誰も何も言わなかった図書はに。 と唇で微笑しながら、わしは初めからこの白髪首をかけている。この首一つで、周り座の幾人かをメイドへさらっていければ安いものじゃ。相手の多いほど首の値打ちも増すわけじゃてのそうであろう。図書の真意は分かった。こうなるとてこでも動かぬことは知れている。もう引き上げるより他にない。 人々はそう悟った。図書はその気配を見て取ったので、すぐ調子と河原けを命じて杯を交わし、猶予なく人々を退去させた。わしの意のあるところを家中へ伝えてくれ。たとえどのような死儀に及ぼうとも、決して手出しをしてはならぬと。よいか。おのおのの力で固く抑えてもらわねばならんぞ。 江戸にいる朱銘にも何か遺言があるかと思ったが、そのことにはついに一言も触れなかった。かくて一族の人々は去った。表門が閉ざされた。裏も脇も通用口もみんな厳重に勘抜きが入れられた。歌詞53名、小物18名。 他に12名の女はとっくに逃がしてあったので、図書と共に72名が立てこもったわけである。図書は敵をこの屋敷へ引きつけ、木を見て一挙に決戦する考えであった。幸い、邸内には十分の火薬があるし、歌手たちの多くは果術の心得があるから、多勢の敵を引き受けるには防御にも決戦にも非常な強みである。 備えは手早く固められた。小物たちが切ってきた茨や青竹で酒もぎが作られ、追地兵衛の内側へゆいこまれた。表門を除いた各門には棒材を組み、石を積み上げて侵入に備えた。図書は書類の整理を終わろうとしていた。襖や障子を取り払い、重機を片付けた家の中はがらんとして、 庭の若葉の光が青々と板敷きに映じているまだ武家屋敷では畳を用いていなかった時代で床板は黒光りのするほど磨き込まれているその板敷きへ青々と映ずる若葉の色は図書にとって毎年のけさやかな生き生きとした目の喜びであった申し上げます。 若い齋田小五郎が庭先へ走ってきたなんだ小五郎山脇の使い板が表御門へ馬を寄せました清ったか図書は立って玄関へ出ていった国足をつけた若武者が一騎、表門の外に馬を乗りつけていた彼は図書が玄関へ出てきた時 馬上に身を起こして弓を取り直し、羽黒の矢をつがえてひょうといかけた。矢は玄関の左の柱に突っ立ってブルブルと震えた。戦線の矢である。若武者はそれを見届けると馬首をめぐらしてシックし去った。六郎へ。図書は控えている家父に向かって、皆の者に杯をとらす。 庭へ集まれと言え。そう言って奥へ入った。戦備を終わった者たちは武装を改めて参集した。図書は成功の鎧ひたたれに殿下の腹巻きをつけ、廃領の太刀を履いて将棋を書院に据えさせた。歌詞は上に小物たちは縁下に人数が揃うと図書から順に別廃が回された。 魚には18歳になる高田藤三郎が立って、平家を漏洩しながら待った。そしていよいよ合戦を待つばかりとなった。四死を前にして、しかもまだその時の来ないわずかな時間は恐ろしいものだ。恐怖と気遅れは、そういう時人の心に忍び込む。 図書はそれを知っていたそしておそらく小物たちの中から少数の逃亡者が出るであろうと考えていたしかしその心配はなかった後手に分かれて部署に着いた人数はようやく迫る黄昏の光の中で落ち着いたそして明るくさえある声で呼び交わしながら元気に動き回っていたうん 図書は心の内で微笑した。これなら存分に一当てできるぞ。けれどその時、鉄砲組の早見宗介が血層を変えて意外な報告に駆けつけてきた。申し上げます。一大事でござります。落ち着け。どうしたのだ。火薬が水浸しになっております。何火薬がどうしたと 図書はぎょっと色を変えた。何者がいたしましたか。蔵前に備えました分も、蔵の中にある分も、すっかり水浸しにしてしまいました。一発分も使える役がございません。六郎へ見てまいれ。家父がすぐに宗助と共に走っていった。戻ってきた六郎衛門から、それが事実だと聞くと、 図書は鎮痛なうめき声を上げた。工房ともになくてはならぬ鉄砲だ。その火薬が今は一発分も残らず水浸しだとすれば、戦わずしてまず最も重要な武器を失ったことになる。良き決戦の木をつかむべき、その機械の選択力もまた図書の手から奪い取られたのだ。外から入り込んだものはございません。 くせ者はお屋敷内にいて先ほどのおきの間にやったものと思われまする。屋敷内にさようなしれ者がおると思うか。かようなことが出退しますれば、どのようなことをも考えなければならぬと存じます。ことに、小物たちの中には新参者もおりまするし、六郎右衛門の言葉が終わらぬうち、ご執事 と叫びながら、兵糧版小物が馳せつけてきた。ご執事まで申し上げます。誰か蔵屋の酒亀を打ち壊したものがござります。過失ではござりません。いつがめとも石で叩き割りましたので、酒は全部流れてしまいました。呆然として、六郎右衛門は図書の顔を見た。図書は静かにうなずきながら、よし、わかっている。 と低い声で言った。わしが壊せと申しつけたのだ。勝ち祝いをする戦ではない。酒は不要だからそうさせたのだ。戻っておれ。は<っ>。小物は直ちに走り去った。六郎ろ門には図書の心がわかった。歌手たちの気持ちを動揺させないためにそう言ったのである。しかし、 火薬といい、酒めといい、こう続けざまに返事が起こるようでは、もう屋敷内に敵と通謀するものがあることは疑いない。いかが、いかが計らいましょう。何よりもまず、そう言いかけて、図書の目はふと奥の方へ向いた。静かに奥から一人の女が出てきたのである。図書の大きな目は、 驚きのために瞬きを忘れたようになった。梅であった。彼女は黒髪を束ねて背に垂らし、白装束の腰紐を固く締め上げたりりしい姿で、薙刀を右手に買い込み、敷居際まで進んで膝をついた。梅ではないか。図書は噛みつくように叫んだ。誰の許しを得てこれへ参ったぞ。 おぼしめしに背くとは承知つかまつりました。けれど家の大事と受けたまわり。ならん。図書は片足で床板をはたと踏んだ。装置はもはやこの家のものではない。よし、この家のものたりとも、今は女わらわの出る場合ではないのだ。出て行け。私は引だの嫁でござります。 梅は少しも昼間の目で、舅の顔をじっと見上げながら言った。引き田の家の大事故、小方様のお帽子飯に染むくのを知りつつ参ったのでございます。夫、主梅から去ったと申されぬ限り、私、ここを一歩も動きはいたしませぬ。馬鹿が、この家におる七十四人、今宵を限りに死ぬるのだぞ。 承知の上でございます。静かに微笑さえ浮かべている梅の表を、図書は劣化のように睨んでいたが、ふと稲妻のように頭へひらめいたものがある。梅、鹿と返事をせい、火薬を水浸しにしたのは措置であろう。はい。酒亀を砕いたのもそうか。はい。私がいたしました。 家父は、あっと低く叫んだ。図書は拳で膝を打った。突き上げてくる憤怒を抑えることができないらしい。訳を申せ。死災があろう申せ。別に死災はござりませぬ。父上様がお申しつけ遊ばすことを私が代わっていたしたのでございます。わしがなぜさようなことを申し付けるのだ。 は答えなかった答えずにじっと図書の目を見上げていたその刹那であるすさまじい矢風とともに一本の矢がひょうと空を飛んできたそして図書の肩をかすめて後ろの壁へプツッと突き立ったあ危ないとろくろえもんが叫ぶより早く梅が身を翻して図書の前へ立ち塞がった 続けざまに二の矢、三の矢、四の矢、ふつふつと飛んでくる矢の二本までが梅の袖を貫いた。五、いこんできた矢の二本までが梅の袖を縫い、一本は床板を削ってカラカラとなりながら跳ね飛んだ。図書は将棋にかけたまま黙っていた。家父の六郎右衛門は、お見事、と言いたげな目で、 梅の横顔を見上げていた攻め寄せたぞ山脇が寄せたぞいずれも抜かるな持ち場へつけ菓子たちの絶叫が聞こえわっというどよめきが屋敷の内と外とに巻き起こった時に寛永十八年四月十九日鳥の上国午後六時であった 押し寄せた山脇の人数は200人を超していた彼らは参謀から取り囲み時を作って詰め寄せたが屋敷の中からは一発の銃声も一本の矢も飛ばずまた切って出る様子もなかった無論休戦を期してきたのである夕闇の迫るとともに先手の一部は炊事兵を乗り越え完全と邸内へ切り込んだ しかしその人々は塀の内側に酒もぎのゆってあることを知らなかった。それを無駄と飛び降りた者の多くは、きっそいだ青竹に自ら突き刺さって倒れたし、危うく免れた者も待ち構えていた槍組の手で一人も残らず突き伏せられてしまった。図書は書院の将棋を動かずにいた。一台の食が、色の黒い、 骨張った彼の横顔をチラチラと揺れながら赤く染めていたその左側に梅がいた薙刀を伏せ片膝をついたままこれも石のように動かないしかし全身の神経は図書の危険を守るために弓鶴のごとく緊張していたここにいてはならん下がれ図書は何度も繰り返していったけれど 梅は返事もせず動く気色もなかったやがて西の脇門の方から物を打ち壊す重々しい響きが聞こえてきた敵が追事兵を突き崩しにかかっているらしい味方の家政を呼ぶ声が起こりけたたましい歓声が帝内に飛び交ったあの火薬さえあったら 図書はさっきからそのことを考えていた。ここで鉄砲が使えたら、引きつけるだけ引きつけておいて、鶴瓶打ちに浴びせ、ひるむすきに切って出て、一挙に決戦することができたのに、なぜ火薬を水浸しにしたのだ。この己が命ずることをしたという。わっという時の声が西の脇門で起こった。 ついじべえがつきくずされたのであろう。おもおもしいじひびきに続いて、みかたのよびかわすするどい叫び声が聞こえた。ろくろうべえ、みてまいれ。はっ。えんしたにひかえていたかふがはしっていった。うめはなぎなたをもちなおした。きけんがせまったとみたのであろう。ずしょはそのよこがわにちらとめをやったが、 彼女の美雨は静かで、呼吸も常に変わらず落ち着いている。そして必死の決意だけが薙刀を握るその趣旨にはっきりと現れていた。六郎兵衛がはせ戻ってきた。申し上げます。西の脇御門に沿って六尺余り、追事兵衛が突き崩されていました。十二、三名切り込んでまいりましたが、 これを切って取りましたので、後手は続かぬ模様でござります。穴はすぐ塞がねばならんぞ。棒材を集めてやっております。その答えの終わらぬうち、裏門の脇に当たって再び、追地塀を崩す重苦しい音が響き出した。そして、それと同時に、また二十人ほどの人数が、塀を乗り越えて、邸内へ侵入してきた。 聞く者の肌に泡を生ずるような悲鳴が起こった追事塀から飛び降りた寄せての者たちが前者のごとく坂もぎに身を突き抜かれたのであるそしてすかさず走り寄る槍組の歌手たちが端からそれを打ち止めてしまった「ずしんずしん、ずしん。追事塀を突き崩そうとする響きは運命の足音のように。 不気味な押し付けるような振動を屋敷中に伝わらせた。そこへはすでにくせぎの人数が詰めかけているのだが、突き崩されるのを待つ空虚な、そしてかきむしられるようなもどかしさ、苛立たしさにみんな目を光らせ、ブルブルとう身を震わしていた。図書は不意に旗と膝を打ちながら、ろくろへ、水を持て、 と叱りつけるように命じた。カフが立つより早く、梅が走って行き、かなわんに水を満たして戻った。図書は背いたまま取って飲み、黙って残りを梅に返した。そして梅がその残った水を一度額まで上げ、隠れるようにしてそっとすする様を彼は目の隅から見ていた。水さかき。 そういう言葉が図書にふと思い出された。頭から押さえつけられるような響きはまだ続いている。西の脇門の方では突然と内物の音が起こり、走ってゆく人の足音と互いに呼び交わす叫びとが闇を縫って聞こえてきた。 6図書は再び目の隅で梅を盗み見した切迫する死を前にして彼女がいつまで耐えられるかその落ち着いた態度のどこから恐怖が仮面を破るかそれを見極めてやろうというような冷酷な視線であったしかし梅は依然として色も変えず その唇のあたりにはむしろ微笑んでいるかと思えるほど平面な表情が現れていた。不意に紙幣が静かになった。人々はドキッとした。追べいを突き崩す音が止んだのである。押しかぶさるような重苦しい響きがはたと止んだ途端に、計り知れぬ広がりを持った一種の静寂が、 まるでそれに変わる強音のごとく、邸内の人々を押し包んだのである。どうした図書が思わず将棋から立つと、物見にいた一人が走ってきて叫んだ。申し上げます。寄せては人数をまとめて対人つかまつりました。何人払いだと残っているのは見張りのものだけでござります。 脇門の方の方動揺も静まっている。ただ遠く退却する敵のどよめきの声だけがひどくかけ離れた感じで聞こえてきたこの間に三方から物見が走ってきた報告は皆同じである図書はしばらく考えていたが油断なく警備を続けるそれから交代に食事をとるようにせい そう言って自分の演座に腰を下ろした。すでにいの上告、午後十時になっていた。攻撃を中止した敵は逆襲に備えて二丁余り退き、そこでかがりを焚いて息を入れていた。図書は湯漬けを食いながら、六郎衛門の調べてきた報告を聞いた。切り込んできた敵は五十七人。 そのうち打ち取った者32。重軽傷の者24人。これに対して、味方は打ち死に3名。朝で6名。これが二時半の戦果であった。畑の方で小物たちが死体を片付けたり、敵味方の負傷者の手当てをしたりするざわめきが聞こえてきた。図書は食事を終わるとすぐ。 家父を従えてて庭へ降りていったみんな元気であった表門脇の築地塀の一部が外からの打撃でひどく歪んでいたがまだ急には崩壊しそうもなかった西の脇門に沿って突き崩されたところには棒材と石とが積まれてありそこから切り込んでくる敵が味方にとってどんなに討ち取りやすいかよく分かった もしそれが2倍の広さであったら、おそらく防戦は困難なものになったであろう。母屋の裏手へ回ると、梅が小物たちを指図し,しながら何事かしていた。図書が食事にかかるとともに、彼女はどこかへ去っていたのである。そっと近寄ってみると、そこにはおびただしいむしろが積んであり、それを水に浸している様子であった。 図書はしばらく見守っていたが、何のためにそのようなことをするのか見当がつかず、そのまま書院へと戻った。その世はついに敵の攻撃はなかった。図書は歌手たちを交代で眠らせ、自分も今へ入って横になった。勝つべき戦ではない。たとえ勝ったとしても命はないものと決まっている。 見苦しい死にざまさえしなければよいという考えが、横になるとすぐ体も心も伸び伸びとさせた。梅はそれからさらに半時ほども姿を見せなかった。屋根の上へ誰か登った様子と、それを指揮する彼女の声が2、3度聞こえた。何をしているのだ。そう思う気持ちが、 図書の考えを再び梅の方へ呼び戻した。そして、シュメが初めて彼女の話を持ち出した時の大きな失望と怒りとが胸へよみがえってきた。図書にとってシュメは大事な一粒種というだけでなく、自分の全ての希望をかけた自慢の息子であった。幼少の頃からこれはものになると思ったのが案のごとく。 めきめき才能を伸ばし、若くして君足に抜擢されて熱く用いられた。もし国老の位置につく日が来たら、おそらく佐竹一般にまたとなき名老職となるであろう。図書はその時のために妻を選ぶにも念に念を入れたのである。家柄も彩色も夫の位置にふさわしいものでなければならない。 そして当時は事実。どんなに優れた条件をも備えた嫁でも、主名のためなら縁組ができたのである。それにもかかわらず、主名は平勝ちの娘などを選んだ。彼女は図書から主名を奪い取ってしまったのだ。引田の子が、正進者の平勝ちの娘などをめとる。そんなことが許せるか。わしは許さん。 結局は、主馬の強引な主張を通し、梅を家に迎えてからも、図書の心にはその気持ちが抜くべからざるものになっていた。おより遊ばしましたか。そっとささやくような声がした。眠ったものと思って梅が忍んできたのである。黙って目を閉じたままでいると、静かに襖を着せかけ、 部屋の敷居外へ退いて探した図書は初はめから梅を憎んでいた彼は梅がまるで格式の違う家庭に入って失策と阻害を繰り返すのを冷ややかに見ていたそういう見方をすれば日常の質素な身なりも控えめな虚そ動作も 習慣のつまらぬ食い違いもすべて引きだけという家柄を傷つけるもののように思える。図書は自分の目に狂いがなかったと信じた。平勝の娘はやはり平勝の娘だ。そう見極めをつけた彼は、主名が江戸へ出布するのを待ちかねて、梅を実家へ戻してしまったのである。七 図書のように育ち、図書のような性格のものは自分の思考を客観する習慣を持っていない。自分が良しとすることは他人にとっても同様だと思う。彼は息子の若き過ちをため直したのだと信じ、梅に対しては自分が解決の責任を取ると決めていた。それですべて法がついたものと考えて疑わなかった。だから、 一家必死と決まったこの場合に梅が帰ってきたことはまさに彼の意表を突く出来事であった単に帰ってきたことが意外なばかりでなく火薬を水浸しにし酒がを砕きそやの前に図書の盾となった態度など彼が平勝ちの娘だと見ていた鑑識とはかなりかけ隔たったものであっただがどうして火薬を使えなくしたのか 何のために逆めを砕いたのか図書は同じ考えの上を行きつ戻りつしていたわずかな小競り合いがあっただけで夜が明けた敵は遠巻きにしたまま時折激しく矢をいかけるが華々しく突っ込んでこようとはしなかった急戦を不利と見て自給的に疲れるのを待とうとするらしいまたこの間に 新ししいい武器を調達しててたた。た。ことも後になって分かった昼にななっっか昼り、夜が来た同じような状態である時に小人数で兵際まで寄せてくるが人や当てるとすぐに引き去ってしまうそしてまた別の方面から同じ程度の攻撃を仕掛けてくる明らかに本命に疲らせる策である。 開門して一戦を促すやぶみが何本も追い込まれたし、切って出ないのを卑怯だと罵る声も聞こえた。しかし、味方の戦士は敵の四分の一に過ぎない。狭い街中へこの対数で出れば、昨夜の例とは逆に待ち構えている敵の餌食となるだけである。あの火薬さえあったら、図書はまたしてもそれを思った。 山脇勢が再び総攻めを開始したのは、さらにその翌日の夕頃からであった。敵は引き立ての正面にある民家の屋上に鉄砲を伏せていた。無論邸内ではそんなことは想像もしなかった。三年以前から秋田藩では火薬の死蔵を禁じてあったので、引き田けが火薬庫を抑えている限り、鉄砲は使えないのである。 ししかし山脇長門は二日の間にそれを調達してきたのであった戦は日没とともに始まった書院の将棋にかけていた図書は寄せての攻撃が今度こそ必死を期したものだということに気づいた敵のたくかがり火は前夜に倍し夕闇の空を赤々と焦がしている。 寄せてくる動きも思い切ったもので、西側から侵入してきた一部はほとんど前庭の方まで切り込んだ。犬の上告、午後8時になると、兵際へ取り付いた一部が三箇所で追事兵を崩し始めた。そして同時に、まるで予想もしない武器が炎を吐きながら飛来し、書院の軒に突き当たってすさまじく炸裂した。 それは火やであった。しかもかつて見たことのない新しいものだ。親指ほどもある鉄の矢の先に、火薬刀と油に浸した石綿がつけてある。的へ突き立つとともに火薬刀が破裂し、油綿の火を建物へ燃え移す仕掛けになっている。火やだ。図書がそう気づいて愕然としたとき。 そばに控えていた梅が庭へ飛び降りていって、むしろ下ろして、水を、と大きく叫んだ。すると屋根の上で答える声が聞こえ、土日差しの上へむしろが垂れてくるのと一緒に、ザーとしぶきを上げながら水が流れ落ちてきた。冷やは続けざまに十四五本も飛んできたが、濡れたむしろに遮られて、 いたずらに炸裂の火を吹き散らすだけだった。梅はすぐ元の場所へ戻った。図書は黙っていた。一昨夜、彼女が小物たちを指揮して、むしろを積み上げては水に浸していたわけがようやくわかった。こういう襲撃に寄せてが火を使うことは情報である。図書はじめ、 誰もそれに気づかなかったのは、初めから必死を期していたからでもあるが、若い梅がその手配をしたということは、図書の心を強く打った。ず心、ん、心、し心、ず心。ずず鈍く重い強音。三箇所で追事米を突き崩す緩慢な重苦しい響きは、 打物の音と共感等を圧倒して屋敷いっぱいに広がったこの三カ所の崩壊する時が引き台一家の打ち死にをする時である歌手たちの目にも今やその時の近づきつつあることがはっきりと現れていた橋田藤吉、早見和馬、和下軍兵衛の三人が走ってきた 彼らは縁下にそろって片膝をつきながら「買い物をお許しください」と叱りつけるような声で叫んだ「踏み込まれてお屋敷うちで死ぬのは残念です」「切って出ることをお許しください」「追辞はもはや範半時も持ちません」「寄せてはすぐ踏み込んでまいります」「お許しください」「切って出させてください」「ならん」 図書は押し切って叫んだまだその時ではない持ち場へ帰って下地を待て死ぬ時は図書が先導する急ぐな3人ははがみをしながら走り去ったすると間もなく書院の正面にあたる塀の中へ外から燃え盛る松明をバラバラと投げ入れてきた 生き物のように闇を踊って飛び込む幾十本とない火は、そのまま庭へ散乱して、かがりのように紙片を焦がした。何をしようとするか。図書は思わず将棋を立って広縁へ出た。敵はその機会を狙っていたのだ。図書が広縁へ出る途端に、向こうの民家の屋上に伏せてあった五丁の鉄砲が一斉に火を吹いた。 と悲鳴を上げながら、梅が図書の前へ両手を広げて立ちふさがった。しかしその刹那に図書は大きく、危ないと叫びながら、梅の体を縁下へと蹴落とした。そして自分は右手で腰骨を押さえながら、よろよろとそこへ膝をついていた。五段のうち一段が彼の腰骨を草ずり外れに射抜いたのであった。 六郎右衛門の叫びで三人の歌詞がはせつけた。梅は突き落とされた時足をくじいたが、皆と一緒に図書を抱き上げて今へ運んだ。図書は片手を振り回しながら、いかん書院に置け奥へ入れてはならんと懸命に叫んだ。そして叫びながら彼はすさまじい地響きと共に追事兵が崩壊し、 敵味方の挙げる決戦の時の声を混迷する耳の奥でおぼろげに聞いた。8図書が意識を取り戻した時、そばにいたのは梅であった。明るい光が部屋いっぱいにみなぎっていた。どこか遠くで人の話し声が聞こえた。まるではるかな過去からの声のように、 遠くて静かな調子だった図書の感覚には崩壊する水地塀の地響きや血栓の雄たけびや物の具の打ち合う鋭い音や悲鳴や共感が生々と残っている体中がまだそれらの強音で揉み返しているようだそれなのに今彼の周囲はまるで嘘のように静かだった ご気分はいかがでございますか梅が顔を寄せながら聞いた図書はこの謎を解こうとするように梅の目を見上げた決戦はどうなったのか山脇勢はどうした味方のものはしかし彼にはそう聞くことはできない六郎ろはどうしたはいただいまお客まで 角野舘様からのご上子を接待申し上げております。角野舘様。角野舘には藩主首里太夫義高の弟、佐竹義朝が一万石を持って分家している。そこから上司が来ていると聞けば、図書にもおよそ事情がわかるように思えた。六郎右衛門を呼べ。ご上司を受ける。 ごご気分は大丈夫でござい,ますかいいから呼べ梅は立っていったがすぐに戻ってきた図書は起き直ろうとしたけれど身動きをしただけで激痛がひどくそのためほとんど全身がしびれるかと思われた梅は下座へ下がって平腹した上司として来たのは角館の,のお旗本頭 柿沢行之助、添役は沼内一郎兵衛、沢田玄十郎であった。三人とも愚足に陣羽織で、上座に通ると図書の会釈を受けてから行之助が山脇長門との死闘について、剣跡の上位文を読み上げた。ただし、末尾に至って行之助は声を改め、長門の義、 一族一門を修道して取り詰めたるに、その方、こと神をはばかり、固く門を閉ざして入れず、またお預けの火薬に水を注いで大事に至らざるよう手配をせしこと、自分難儀の折から最も神妙の至りとおぼしめさる、追って江戸表より沙汰あるまで謹慎を命ずる者なり、作法通り上位の達しが済むと、 き之助は座を退いて図書の枕辺へ膝を寄せた。引田殿、親方より木図書の養女を大切にせよとのお言葉でござるぞ。よく辛抱なすった。聞けば一家七十四人で山脇一族二百六十人を支えること三十二とき。お預かりの火薬には手もつけずにとはさすがでござる。 山脇はおそらくお取りつぶしであろうが引きだけは無名をあげましたぞご挨拶まことに恥じる図書の声は震えていたこの上はただ一日も早く切腹のお沙汰の下るようよろしくお計らい願いたい所詮じめより生きながらえる所存の図書ではござらぬこの趣親方様へしかとお伝えください 受けたまわったしかしまずくれぐれも養生を大切になされい上司は帰っていったいろいろなことが分かった追事兵衛を突き崩してなだれ込んだ山脇勢はしかし厳重な酒もぎに阻まれ死を期した引田の菓子の切っ先を食って幾度となく敗退し決戦の時を得ずして夜明けを迎えた。 そこへ老心たちからの急報によって角館から式部将雄義朝が自ら300の兵を率いて到着したのである味方にとっては救いであり敵にとっては絶望の時であった山脇の死者94味方の死者32勝者27という戦果を聞きながら 図書はひそかに上位分の火薬の下りを反数していた。そればかりではない。もし酒があったなら、戦機を鼓舞された歌手たちは、おそらく勢いの赴くままに切って出たことであろう。不思議な感動が湧いてきた。図書は全身の感覚で、梅の前に感謝した欲望を感じた。しかし彼はそれを懸命に抑えながら、 六郎へと叱りつけるように呼んだ。はっ。大橋へすぐ使いに参れ。梅が無事だということを知らせるのだ。案じているであろう。急いで行け。かしこまりました。待て。立とうとする家父を呼び止めて。それから梅の荷物を取り戻すように計らって参れ。よいか。 梅は病床のすその方で床板に平服しながらそれを聞いていた。丸い肩がかすかに震えているのは泣いているためであろう。これで快く死ねる。図書はかつて覚えたことのない身も心も軽々とした感じで梅の背を見やりながらそう思った。外はいつか雨になっていた。